朝ドラのね、おしんのあの国、加賀屋の大奥様の国ですねについて、ちょっとこのビデオもしかして長くなるかもしれないですね。私あの区なんですかね、その おしんってあのモデルは誰々とか登場人物の誰々のモデルは誰々とか、そういうのまあいろいろ言う人いるんですけども、あとあの おしんってなんかあの加賀屋時代の時の物語の内容で、なんかこう文句とか苦情が出たって言うじゃないですか。そんなね、加賀屋みたいなね素晴らしいその奉公人とか使用人を大切にする職場っていうか、その奉公先ってそんなねあのないよみたいな、なんかそう文句とか苦情みたいのがあったらしいんですよね。まあ1980年代だったらまだ明治生まれの人も生きてただろうし、まあおしんだって私のおばあちゃんより2歳年上ですからね。で、今からして思うと、その加賀屋のあの大奥様の国、この人なんかなんですか、もしかしたらモデルあの男性なんじゃないかなみたいに私思ってるんですよ。その男性だからおしんにそういうね、そのまあ今ジャニーズの性加害のなんかその問題とかありますけども、そのまあおしんにね、そのいいもの食べさせたり、いい着物着せたり、読み書きとか算盤とか帳面のなんたらっていうのを、まあ、手習いって教えたじゃないですか。そのまあお茶とかお花とかそういうので、なんか そういうなんでしょうね、まあその国っていう人が、まあ、本当に存在したらそれはそれで素晴らしいなとか思うんですよ。だけどあの奉公人にそんなすごいよくしすぎてる、そのなんですかね、そなんおしんが割と大人になって、あ大震災が起こった時かな、おしんが20代前半の時とか、その若い衆と一緒におしんのお母さんの富士が東京までとかで、そういう交通費とかなんか大丈夫なのとかね思うんですけども、で私はその国ってあの本当はモデルは男の人だったんじゃないかなとか思って、でそれであのいろいろ教えてや、あのお前を一人前に育ってやるんだから、あの一日一発やらせろみたいな、まあそのまあ、ジャニー北川みたいなことをしてたんじゃないかなとか思うんですよ。でその、まあ、清く正しく美しい朝ドラの世界では、あじゃあなぜ大奥様女性として出てきたかっていうと、まあ、これは私の想像ですけども、あの、まあおしんがその女性のあり方についてどうのこうのとかって、そういうのもテーマの一つじゃないですか。その家庭家族だとか女性の生き方とかで、それであの加賀屋の大奥様がその、まあ、女だてらにその大棚大きなお店を、まあね、采配を振るってるから、それに影響を受けてっていう、多分そういう意味だと思うんですけどもね。で、まあ、一応ウィキペディアにもあのえなんでその大奥様の国は一番最初おしんが加賀屋に、まあ、来た時に、え子守なんて雇ってないよみたいなことで、しかも自分の嫁に対して子守なんて贅沢だみたいなこと最初なんか言ってたで、うん、そういう話とかもまああったし、でまあその後そのおしんの、まあ、人柄で働きぶりだで、まあ、あのなが、あのまあ、しっかりした利発そうなあの子供だから、まあ、雇おうかみたいに思った。でウィキペディアに書いてあったのはその、まあ、自分の孫娘、まあ、跡取り娘のおかよ様ですね、まあ、使用人からして奉公人からしてみると、そのおかよ様、まあのちょっとその、まあ、ライバルめいた存在としておしんを、まあ、利用というか活用することを思いついたから、まあ、
おしんはそのね、加賀屋にいられることになったと。で、手習いとかもまあ、ちょっとね、まあ、おかよ様と切磋琢磨とかね、そういうのを狙って、そういう効果を狙って、まあ、おしんをね採用したみたいなことが、まあ、書いてあったんですよね。まあ、じゃあそういうことを考えると、まあ別にね、まあ女性の、まあ、実業家の、まあ、ロールモデルとしてみたいなね、まあ、それはまあ分かるといえば分かる。で、まあその、まあ、朝ドラでも別に 100% 清く正しく美しくでもなくてっていうか、そのおしんが、まあ、10代後半なんですったっけね、まあ、縁談があったじゃないですか、桜田の、あの凡庸な次男とか凡庸な三男とかって書いてあって、それがあの桜田家になんかの、あの野立てかなんかのお茶会の手伝いに来てくれ、でそれでおしんが手伝いに行った後、なんか草むらに押し倒しそうになって、それで池に突きを、あのおしんがその桜田の次男を池に突き落としちゃって、まあ、婚約破談とね。で、まあ、それも、まあ、成金の家だから、まあ、世界情勢がどんどん変わっていく時期だったから、まあ、なんでしょうね、まあ、伝統ある加賀屋がもしかしたら成金にちょっと、まあ、いざっていうか、まあ、そういう時代がどんどん変わっていくときに成金の人にもしかしたらお世話になるかもしれないからっていう、そういう意味でおしんをそこに嫁にやろうかなっていう、まあ、そういうことだとは思うんですけれどもね、うん、で、まあ、池に突き飛ばして、でその後ですよ、おしんがちょっとおしんのセリフで、なんか私私子供の頃は単純におしんってただ辛抱のしんで我慢してるだけなのかなとか思ったら、結構まあまあその大奥様に対して何気にものを言ってるんですよね。俺は悪いとは思ってませんとかって。でもその時に大奥様の国がなんでこんなに物分かりがいいんだろうとかって、俺が一緒に謝ってやるからって言った後に、おしんが「オラは悪いとは思ってません」って言った時に、なぜバチーンと平手打ちが飛んでこないで、なんかこうすごい物分かりがいい。で国が平手打ちする場面って、おかよ様が20代何いくらかの時にその東京の、まあ、浩太さんとの恋に敗れて帰ってくるじゃないですか、坂田に。でその時にバチンがあった。でシーンが、その1年後か 2年後か忘れましたけど、あ2年後かな、身を尽くし、その桜田淳子と津川雅彦が桜田淳子をバチンってぶつ、あれに、まあ、パクられてるって思ったんですよね。1985年のドラマですよね。で、あと国がすごいなんかすごい物分かり寄せいないって思ったのは、その加賀屋の外を変な女がうろうろしてる、変な女ってまあ服装で分かるわけですよね。そのおしんのお母さんの藤井ですよね、その温泉の客が連れてきてくれた。でそのなんか男性客にしながだれかかって、でそれでそのおしんが恥ずかしいなって思った。でその後富士がうろうろしてたのを、まあ、国も見ていて、その後その国がおしんに言ったじゃないですか、その女っていうのはな、自分のために働いてるんじゃないんだぞ、で親兄弟のため、で大きくなった後は亭主とか子供のためにやってるんだ、だからお前のお母さんもなんたらかんたらって、なんかちょっと素晴らしすぎること言ってんなとか思って、なんかちょっと比べちゃいけないというか、比べてみると、おしんの
お姑さんのお清はその美人の沢さんのことを島原で女郎だったいみたいなこと言ったじゃないですか。でそういう身分とかの高い女の人、そういう身分の低い女の人のこと必ずなんかバカにしたがると思うのに、なんか大奥様の国なんでそこまですごい物分かりが良すぎる、その奉公人の奉公人を大切にするんで評判のって、言いますけどもね。そんでもって自分の孫にはおかよ様が乱暴な男の子たちがいるから学校行きたくないって時もお前らが甘やかすからみたいなことを言って、でそれで帝大を出た正夫さんでしたっけ、あれが芸者に子供を産ませた時も浮気は男の解消で、おかいお前がいけないんだみたいなことを言ったと。なんかちょっとおしんには優しいのにおかゆ様にはみたいなね、そういうところがあって、で実際 NHK への苦情、そのちょっと、加賀屋ってちょっと素晴らしすぎないみたいな、そういう方向先ってあんまりないよみたいな、そういう苦情ですね。で私の睨んでるところではその国ってのモデルは本当は男性で、なんかジャニー北川みたいなことやってたんじゃないかなみたいにね、は思います。はい、なんでしょうね、そんな風に思いましたね。ちょっと今ね、私の配偶者がねこっちをなんかうんざりしたような顔して見てるんですよ。で私は友達もいないし、外国に住んでるんでね、で外国に住んでるのに友達がたくさんいる人は高スペックとか上級国民ですよ。昔から言う自分から挨拶しましょうとか自分から誘いましょうとか、そういうことやったところで友達とかできませんからね、その底辺仕事とかしている人間には。はい、それなんでね、ちょっと私はこの動画でしか話し合ってもいないっていう、そういうありさまなんですよね。はい、ということでそういうね、今新さんを舐め尽くしたおしんの前半生っていうかね、45歳までって言った方がいいんですかね、それについてちょっと語りたいなっていうふうに思いました。はい、では、ご視聴ありがとうございました。